皆さん、最近歩いてますか？散歩っていいですよ。さあ、散歩に出かけましょう。今日の散歩は西台駅の前からの出発です。西台というのはどの辺かというとですね、おばあちゃんの原宿の巣鴨から、そうですね、16、7分のとこだそうです。今日はあいにくのちょっと空模様ですが、こっちの方から行きますか。はい、この番組はテレビショッピングのハピネスクラブ、メットライフアリコ、アートネイチャーがお送りします。今日は板橋区西台をお散歩。マグロのでっかや、マグロ専門店で初めて出会ったのは、マグロのメンチって何ですか？マグロのメンチって知ってる？うわ、昔ながらの銭湯、感動したのはやはり、ああ、こちらには富士山が。なるほど、なんかこういうお風呂に入ってみたいね。さらに住宅街で発見したのは、本当にパンパンに腫れてるよ。ほらこれオスだろ、橋本さん。ほら帰ってくるの、ほら生意気なパンだね。さあ、今日も散歩に出かけましょう。おお、やっぱりすでにお参りしてらっしゃる方がいらっしゃいます。こんにちは。はい、どうも。明日ね、馬頭観音縁起。こんにちは。どうも、お参りしようか。はいはい、よくいらっしゃるんですか？いつもお参りしてます。毎日のようにお参りして、はい、あ、そうですか。感謝を込めて。感謝を込めて、はい、じゃあ感謝を込めて。昔からのものがこういうふうに大事に大事に守られてるってのはいいね。石像は何か、何かでやっぱり折れたり修復したりしてる跡があるけども、それでも昔の面影が残ってますよね。よし、行こう。板橋区西台駅を出発し、早速観音様にお参りしたちいさん、どんな出会いがあるんでしょうね。これは花水木の、また今日は葉っぱになってしまうけど、花水木の葉っぱの今頃って綺麗でしょ。ほら落ちてる葉でも本当にこれも綺麗です。ほら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 、こんなに綺麗な色は。わあ、本当に深い赤ですね。本当にこれも綺麗な葉っぱですよね。この真ん中のこれなんか真っ赤ですよ。アメリカ花水木。お、マグロの鉄火屋。鉄火屋、何ですか鉄火屋って。マグロ屋さんだけど、マグロ屋さんだけど、マグロのメンチ、マグロのメンチって何ですか？マグロのメンチって知ってる？いや、初めてです。こんにちは。あ、どうも、突然すみません。これマグロのメンチって大家さん何？マグロのメンチ。マグロの練ったメンチ。マグロでメンチカツのようなものですか？そうです、玉ねぎとね、シソの葉で
玉ねぎとシソの葉。ああ、こちら、ま、お店でも食べられる。そうですね。お店なんですか、こちらは。こちら鉄火屋さんは、さまざまなマグロ料理が人気のマグロ専門店。でも、ちいさんが一番気になるのはやはり、あのマグロのメンチって、じゃあちょっと作ってください。はい、お願いします。もうマグロ専門店だからは、マグロのいろんなものがあるんだ。頬とかブツ、揚げたてのがいいでしょ。できれば待つの、ま、待ってるのは構いませんが、はい、5分。はい、マグロのメンチは中身がとても柔らかいため、高温で揚げ、衣をサクッと仕上げるのがコツだそうです。何もかけないで行ってみたい。かけないで行ってみたい。まず、うん、ちょっと熱いよ。熱い、これがいいんだよ。熱そうだな。いかがです。うわあ、お、湯が出る。うん、うん、これはね、おやじさんが言ってたシソですか、これ。シソの、シソがすごく生きてる。で、玉ねぎとシソのこの感覚が、甘さとシソのこのプンとした匂いがすごくいい。橋本さん、食べる？はい、はい、いくよ。どうだ、うまいだろう。さっぱり。うん、これは多分ポン酢つけたらいいよね。ポン酢ある？ちょっとポン酢つけさせてもらう。わー、ポン酢ですか。ソースと両方出すのよ、こっちに。さすがだね。うん、これはうまいわ。うん、絶品だよ。はい、ありがとう。すいません、はい、ごちそうさまでした。はい、どうぞ。寒い中頑張ってください。とんでもない、ごちそうさまでした。すげえ美味しい、はい、初めての味、マグロのメンチ。ちいさん大満足だったようで。かわいいもんだね、このシルエット状にこう見える今日の天気のこのサルスベリの 実だろうね、これ。サルスベリ、夏の時期に真っ赤な花が咲いてたもんね、たくさん。今はこんな風になってんだね。白黒でいいね。版画みたいな世界だね、これ。マグロのメンチからいきなり振り返ってのサルスベリ、早速新しい発見が続きましたね。え、ここに、これは一般のお宅のようだけど、焼きたてパン。え、パン屋さんですか。ちょっとこういう看板があって、上りがこうあるんですね。こう、本当はこうなる。焼きたてパン、フレッシュバーガー。じゃあこちらは普通のお宅でパンを、はい、そうですね、作ってらっしゃるんですか。ませ、あ、そうですか、お邪魔します。美味しそうですね。これどうして普通のお宅でパンを作ることになったんですか。パン作るのにハマっちゃったんですけれども、最初はご自分で食べる分ぐらい作ってらっしゃった。 それで自分で食べて、あ、これは美味しいと自信を持てた。っていうか、どなたかに食べてもらったりしたら、はい、よく友達と会ったりするときに作ったのをちょっと、うん、そうなん、最初はそういうところかな、はい、会うときに。ああ、何をごちそうなのかな。みんな美味しそうだけど。いえいえ、あ、これなんかいいですね。あんぱんいいね。抹茶生地のあんぱんですね。抹茶生地のあんぱん、こういうふうにちょっと小作りですけど、パンパンに、本当にパンパンに腫れてるよ、こら。これ押すだろ、橋本さん、ほら、
帰ってくるの、ほら生意気なパンだね。どれ、こういうのかじった方がいいんだ。どうですか。あのね、生地が美味しい。もちろんあんこも美味しいけど、特別言うならばこのパンは皮が美味しい。小麦の匂いのような感じがするんだな。美味しいっていうのと懐かしい匂いがするね。そうですね、皆さんよく言われます、懐かしい味だって。あの他のパンもね。なんでこれは小麦。そうですね、小麦も国産でもちりしたすごく香りいい小麦なんですね、北海道のね。どうもごちそうさまでした。すいません、ありがとうございました。どうぞお元気で頑張ってください。昔からのお風呂屋さんですよ。こういうのあるんですね。立派な、これは相当今でも金かけてるよこれ。こんにちは。綺麗に保ってらっしゃって大変ですね。耐震工事で屋根を瓦を下ろした。やっぱりそうですか。これだけ綺麗にされるのは大変だろうなって今お話してたんだけど、相当大きな、また大きいでしょ、面積も。そうですね、大きな銭湯間口が広いんで、間口も広いしね。ちょっと見ですか、見せてもらっていいですか。はい、ちょっと見せてもらおう。今まだ営業中じゃないですよね。お掃除中なんです。すいません、なんか突然入ってきて。ほら、岩のこの模様って、前に岩があって、その奥に岩にこう波が跳ね返ってる絵が描いてあるから、その前の岩が本当になんか海にいるようなね。昔ながらのこういう銭湯で、僕なんか本当に今ね、こういう銭湯に入ってみたいなって思うんだな。で、あの今男湯の方だけど、女性の方には富士山が見える多分ね。え、あ、本当だ、見えました、富士山。いや、見せてもらってよかったですよ。久しぶりにね、あんまりこの小散歩も銭湯見せてもらってないんですが。あ、そうですか。今もう何年ぶりにこう見せてもらいました。これ富士山あるんです。これいいですか、女の方。一応1週間後なんです。あ、そうなんですか。こちらには富士山が。なるほど。なんかこういうお風呂に入ってみたいね。はい、いや、久しぶりになんかこう見せてもらって、この天井の開放感と清潔感と綺麗な色の水色と、このコントラストの天井と、この白いタイルと、このお風呂の向こうの海と、その岩の間のタイルが僕はすごい好きだな。海がこうつながって見えるような。ありがとうございました、お母さん。すいません、大勢で押しかけて、どうもありがとうございました。久しぶりに訪れた銭湯で見事な富士山に感動したちいさん、続いてはどちらへ。はい、こんにちは。雨うつらく上がりました。そうだね、よかったですね。どうもどうも。こんにちは。おお、いいね。これいくら、柿買っていこうかな。すみません。あ、これいい、売っていただけますか。あ、はい、大丈夫ですよ。どうぞ。これはな、お宅でできたもの。はい。
あら、なんでどうぞ。すごいね、これ。おはようございます。どうも、これ何みんな自分と。うちの畑でできたんで。うちの畑でできたけど、これはみかんも。みかんはね、庭でなったんです。お庭にみかんがなっていると伺ったじいさん。これはもう覗かせていただくことに。いやいや、取っていい。みかんこうなってんだ。あ。わあ、みずみずしそうですね。いいのかね。いいのかねって、もうじいさんすっかりお言葉に甘えて。みかん狩りしちゃってるよここで。なんで今日の散歩こんな食べんの。よく今まで木になってさ、どうだろうね。ちょっと酸っぱいかもよ。まだみかんちょっと酸っぱいですよ。そうそう。お父さんどうも。おはようございます。勝手にもう入れ食べてます。どうぞ。大根でもう。お父さん、このみかんこのぐらいになるのにはもう何年ぐらい経つの。これ約ね、30年ぐらい経ってますよ。30年も経ってこのぐらいなの。うん、いや、こういうとこだから、あの太くならないんで、ね。あ、柿はどうなんですか。これは柿はね、約この柿はね、80年ぐらい経ってると思うんだよ、ね。80年ぐらい経ってる、うん、ってことはお父さん子供の頃からあった。そう、だいたいね、生きて70年ぐらい経ってるんですよ、この木がね、この木が、ね。あ、じゃあお父さん子供の頃、お父さんの親かなんか植えたもの。みたいです。今まではね、どこの家行ってもね、3本や5本あったんだけどさ、今ないんですよね。そうですよね、庭の事情だなんかでね。美味しいです。ありがとうございます。天下太平国道の、銅板で拭いてありますよ、ほら。年に何回かこれ役員の方がカチッと開けるんだろうね。でバンって開けると、おおってなんで。これはあれですよ、鍵がこうやって役員の方がカチッってじゃーって開けると、おおってな感じでやってるんですよ。いやー、いいね。野菜軸、こんにちは。おいしい野菜軸というのは何なんですかね。オープンガーデン、おいしい野菜軸レストラン、ハーブ&レストラン、お邪魔します。いいですか。おじゃ、入ってもいいですか。いいんですか。はい。これはいろんな畑で野菜、大根やカブやブロッコリー、キャベツ、白菜、これはニンニクですか。はい、こちらは何ですか。どういうことをしたりしたんですか。こちらがレストランで、ええ、はい、どういう形で野菜が作られてるっていうのを見ながら、お食事していただこうと思います。はい、農園に隣接するこちらのレストランでは、採れたての野菜をいただくことができます。ランチセットはご近所の奥様方に大人気だそうです。それと野菜 軸というのは、もともと農業塾をやろうと思ってましてね。あのね、ちょっとそういう話になると興味あるんですけども、参加費ということで毎月本当に100円で参加してもらってますので。100円で参加 して農家の、はい、農業の技術を、はい、僕これからね、一、はい、人が
一坪ぐらい、自分の好きな野菜でいいから作るようなことをしたらいいと思うんですよ。例えばベランダなんかもちょっと改良してうまくして、みんな自分のうちでピーマン1個でいいから作るような意識を持つと、こういうものに対する愛おしみができたり、食べるときに美味しいと思って食べたり、作る方のことを思ったり、もう一つ、そちらが今前の保育園に貸し出ししてるんですよ。そちらの畑は今前の保育園の生徒さんたちは子供さんたちがみんな作ってる野菜なんですよ。そうするとね、例えば今のピーマンとか人参なんかも、嫌いなことのに自分で取ったやつは食べるって言うんですよ。それも面白いですね、そういうこともあるんでしょうね、手をかければ食べるという、そういう活動でどん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 こう広がっていくといいですね。一般の方がもっとこう野菜を作るっていうことに関心を持ってくれたりしたら一番いいですよね。白菜にキャベツ、もう食べ頃ですか？毎日が青虫との戦いでこの辺にいるんだろうな、青虫くんがね。え、本当だ、こんなにもう青虫が美味しいところを食べてねえ、はい、ほらほら立派な、決して大きくはないけども、我々が食べるのにはもう全然困らない。今日はこちらを散歩の終点に決めたちいさん、ハーブティーをいただきながら、いつものように一日の思い出を絵手紙に。ではおさらいです。西大駅を出発、初めてのマグロメンチに驚き、住宅街で抹茶のあんパンを堪能、久々に訪れた銭湯で富士山を眺め、神社の神輿蔵にも感動しました。最後は農園にお邪魔した、2時間半5517歩のお散歩でした。はい、今日の散歩、板橋区の西台、出発するとき寒空の中で今日の散歩はどんなかなと思ったんですが、街に出て驚いたのは、出会った人たちがとっても温かく迎えてくれたのというのと、熱く語ってくれたというのが印象的でした。やっぱりこういう寒い時にもそういう人に出会うと全然寒くないですね。そんな散歩だったような気がします。そんなんで今日の一枚の絵は、この寒い冬の空に、あの夏の日に真っ赤に花を咲かせていたサルスベリの木が、今はこういうふうに空に光って見えました。なんか心が和みます。散歩の前にコツコツ重量体操、今週は足の強化体操です。両足はつま先立ちで、後ろの足の膝を伸ばします。この体勢で10秒間キープしましょう。